好きっていう気持ちはたくさんあっていいと思うんですよ、正直。よく言われるのは自由って言われることが多いですかね。まあ僕は基本異性を好きになるんですけど、好きな異性って僕の中でいっぱいいるんですよ。結婚するとか付き合うとかそういう契約的なのは僕はあまり好きじゃなくて、その人と一緒にいたいというか、その人といる時間っていうのをすごい大切にしたいので、でもこういうのが嫌いっていう女性も結構いるっていうのも分かってるし、まあ、付き合うっていう形にこだわってる人も結構いいとか、そっちの方が多いので、まあそういう時はだからそういう思いにも合わせますし、本当にそれは人それぞれです。相手と自分の生き方、一番合う生き方を互いに見つけて生きていくっていうのが僕の中でのスタイルですね。30年間生きてきた僕がこれです、どうですかぐらい。だから僕を素直に全部出せれば、あとは相手が判断してもらうだけなので、今まで自分の気持ちに素直に恋愛をしてきたんですけど、このバチェロレッテの特殊な環境に身を置くことによって、自分の中で真実の愛が見つかるのではないかと期待をしています。自分の意思というよりもバチェロレッテが決めるだけ。